ツルを使って小鼻にスムースに入るようなそういう直径の棒にしたいと思います。ちなみにですね、この棒はタミヤの2ミリ丸棒です、ね、カットはまあこいつでいいと思いますね。ピチッとカットしちゃいます。3ミリ整えてやりましょう。ここからここまでプラス3ミリということで出すと、これで現在7ミリありますので10ミリですね。10ミリ入ればいいということになります。こいつちょっとあんまいいか。じゃあ10ミリいきますね。10ミリ、さすがにニッパーできると斜めになっちゃいますので、カッターにしておきます。カッターでニュ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 っとやって、ポキッと渋いですね。忘れてる、はい、一応ね、表面は面積を大きくするために表面を荒らしておいて、で接着ですね。ちょっと補強のために目立たない裏側の方に接着剤を塗りつけると、はい、まあ真鍮線を芯で入れてもいいかもしれないけど、まあ2ミリと2ミリ、2ミリ対2ミリだからね、あんまりやってもですね、しんどいだけかもしれないんで、応力さえかけなきゃ大丈夫でしょう、はい、こんな形ですね。で、上の方の穴はもう廃止することになりますので、まあ、プラ、さっきのプラボを使ってここを埋めるというふうにします。瞬間接着剤を、どこ行った?こんな感じ入れてね、で、ピチッと今引っ付けまして、カットします。トントンと。ちょっと行きますよ。じゃあですね、いよいよここの穴ですね、これを引っ付けなきゃいけない。で、瞬間で瞬間でここを固定ですね。ボール軸をここに固定です。しっかりと止まったかな。しつこいんですけど、しっかりと追加でね、止めてやると。でかすぎたか、ごめんなさいね。瞬間接着剤で、このボール軸をね、接着しました。真鍮線を通すためのパイプの穴を通していきます。次に 0.5 違う1ミリ、ごめんなさいね、これは1ミリのピンバイスですね。で穴を開けていきます。よし、これで入りますね。何度かやってね、きつい中をちょっと鳴らしてやるっていうか、拡張されるんだと思うんですけど、では瞬間接着剤ですね、これを、
導線くっつけましてね、中にこうしっかりと入れてやると、はい、こんな感じで収まりましたね、私にとっては非常に便利なんですよね。今みたいにこういう感じで、ね、スピード的にできるんですよ、だからなんですけれども、で、ここのこっちは金属用のヤスリで整えますね。はい、これまたシュシュッと、ということでこれで胴体の改装回収いけましたね。はい、これでね、胴体のこのパイプの延長も、完了しました。で ここのね位置をね約2ミリ半ほど下の方にね下方に持っていくということがね、施工できましたね。はい、さあ、まあ大体ええかな。ちょっと ここまで行ったらね、まあ、一回ちょっと入れてみたいなと思うんでやってみましょうね。はい、では、延長した胴体で、下半身と接続させていきます。よし、入りました。さあ、全体の雰囲気いかがでしょうかね。胴体が伸びることによってまあ今までより多少マシになってるのかな。いいですね。だいぶ変わったと思いますね。ここが上がるだけでだいぶ違いますね。やっぱ5ミリ伸ばしてやっぱ正解だな。5ミリぐらいですね。4.5 ぐらいです。正確には。バイルの時にだいぶうまいこと言ったなと思ったんでね。でルプスレックスですね、もうなんかねバランスなんかアンバランスな感じをしてたんで、まあ胴体伸ばしてやるだけでもここまでまあ効果的になるんであれば、これはこれで正解じゃないかな。いかがでしょうか。はい、ぜひね、この胴体伸ばすぐらい今みたいなやり方でできます。シリンダーの部分を下に下げるのはちょっと難易度高いかもしれないですけれども、苦労すればそれだけできると思います。もしかしたらこのシリンダー折れちゃうかもしれないです取り外しの時にね気をつけて外さないと、根元の方を持って外すということを覚えておかないと折れちゃう可能性はありますね。まあただ工作としては簡単ですから、まあいいんじゃないかなと思います。はい、ルプスレックスなんですけれども、ちょっとこのままではね顔をもう少し上に上げたいんですけれども、上がってくれないんですよね。背中のここの部分のこの襟の部分と首の下のこのお肉のところがこうぶつかっちゃう。で、まあ、どうすればいいかっていうと、このついてるところを少し上に上げてやることでもう少し上に上げられそうですので、ここのキューブのところからこうカットして、で足そうかなということにします。あとはこっちの方で上げてやりたかったのもあったんですけど、この顔の方がやっぱり複雑なんで、この基部の方ですね、胴体の方にあるこの首パーツのここの部分をちょっとうっすらとカットして、でそこに、プラ板を貼り付けて、高さを稼いでやろうかなというふうに思います。はい、基部の部分で、少しちょっと暗いな。はい、基部の部分でね少しプラ板の積層をしたんですけど、ここのところちょっともうかなりのっぺりしてしまいます。でこことのモールドの差があまりにも激しいのと、やっぱ見えてしまいますんで、これちょっとモールドを足してやらないといけません、ね、で、モールドを足していくことにします。最後の最後になるかな。
のぐらいから垂れてくるとね、だいぶあのワイヤーをつなげていきまして、接着をしていきましたんでね、こうなってるんですけども、これでですね問題が出てきます。こいつがひっつかなくなります。このパーツがねここにはまらない。当たり前ですよ、こんな太いのをねここにやったし、縦横無尽に張り巡らしていますので、まあ、雰囲気的にいいかな。ここの羽をもう少し大きいものに変えてっていうのもいいかもしれないな。モールドを取っちゃいましょう。はい、あの首の部分のこれですね。で先ほどあのこのパーツをね、制作してみたんですが、既存のパーツにあのプラ板貼っつけただけですね。こんな形でございます。これは まだあの仮の状態ですが、形と大きさを合わせてみたいと思うんですよ。こんな風に正面から見るとこれぐらい、プラ板のこの状態ですので、ここにさらにポリパテを盛り付けて、で形状をもう少しきれいに整えてやるということを行っていこうと思います。ポリパテですね、もう少しでいいです。適当混ぜていきます。固めたいと思いますので瞬間接着剤を混ぜていきます。1、2、これぐらいでいいです。今のこの量はね、すんごい早く固まりますので、普段の2倍ぐらいのスピードかな、固まる速さはね。だからちょっと気をつけないといけないですけど、さあいきます。これは爪楊枝を使います。適当に盛り上げていきます。これは一発で終わるものではありませんので、何回かやる覚悟で盛り上げていきますよ。ちょっと粘っこくなってきてるんですね。もうこれ固まってる状況、固まりの始まりですね、なってきています。内側ねちょっといじるともう霧がなくなるんで、ちょっとそのままにしておきます。ちょっとね、じゃ固まるの待ちますね。はい、ほぼ固まったんですけどね、形を整えていきましょう。ペーパー出ます、ペーパー出ます。こっちはちゃんと丸みを帯びた半月状になってると思いますけどね、断面がね。はい、もうちょっと大きくしましょうか。はい、こんな感じです。これ仕上がってるわけではないですからね、ちょっとまだ何かやります。こっちが何もしてない方ですよ。パテを盛り上げたそのまんまです。はい、ではこんな形ですね。今ね、飛行機の羽のような形までは持っていけました。実際に、バルバトスにつけたらどうなるかというのを試してみるとこんな感じですね。定位置ですね、元の位置にちゃんと戻すとこんな風になりました。どうですかね、違和感ない思うんですよ。でルプスレックスの顔もだいぶ自由に動きますので、今までに比べるともう本当もうすっごい動きますね。こんな風に動かないと思いますよ、ノーマルは動けないですから。はい、真横とまでは言わないけどね、顎が当たるところまでは動けます。首をかしげることもできるということで、あとはこれ適当にね、こちらの普通のねディティールとあのもうかけ離れないようにね、こちらもちょっと少しねディティールを加えてやるというふうにします。